ふんふん。うん。あそこにいるのは。ウィスチルの。あ、霊夢、こんばんは。どうしたの？こんなところでぼーっとして。ね、なんとなく星を見てたんだ。バイト帰りに綺麗に見えてね。星ねえ。どれ、ちょっと私も見ていこうかな。横座ってもいい？いいよ、ささ。どうぞどうぞ。星か、あんまり意識してなかったけど、ゆっくり眺めると、なんだか落ち着くわね。こういう夜もいいわね。でしょ、あたい最近すっかりハマってるんだ。天体観測っていうのかな、ちょっと興味が出てきたわ。へへ、実はね、バイト代が入ったから奮発して望遠鏡を買ったの、今度届くんだ。え、望遠鏡ってめっちゃ高いんじゃないの？結構ね。けど、やってみたくて。いいな、私も見てみたい。いいよ、一緒に見ようよ。それじゃあ、届いたら連絡するね。ふっ、楽しみだわ。ふむふむ。月は空気が澄んでて、光が遠くまで届くから空が高く感じる。天体観測におすすめか。なるほど、理屈はわからないけど良いってことね。しかし、星座ってたくさんあるものね。一体誰が名前をつけたのかしら。私も、新しい星を見つけて名付けたいわね。お、霊夢じゃない？どうしたの珍しい。何か調べ物？あ、パチュリー。ふふん、ちょっと星について調べにね。あら、あんたにしては随分ロマンチックな趣味じゃない？てっきり料理の本や、食べられる野草について調べに来たのかと。何を？けどまあ、それも後で見ようかな。ぶれないわね。まあ、いろんなことに興味を持って調べるのはいいことね。人間は知識を得ることで喜びを覚える唯一の生き物なんだから。なんか難しいこと言うわね。でも、どうして急に星なんて。実は今度チルノと天体観測に行くの、それで下調べにね。へえ、チルノが星に興味を持つのも意外。なんだか面白いわね。新しいのを見つけて、私の名前をつけてやるわ。あはは、気合入ってるわね。ま、楽しんできてね。じゃじゃーん、どう？かっこいいでしょ？おう、それが望遠鏡。やっぱり高そう。うん。結構ね。バイト代が飛んだよ。でもいいんだ、欲しかったんだし。自分に言い聞かせてるみたいだけど、うん、気持ちはわかるわ。それじゃあ、どこで観測しようかな。そうねー。やっぱり山とか、街の光が入りづらいところがいいんじゃない？山か。あんまり遠くは持って歩くのきついよ。ほら、学校の裏山とかいいんじゃない？確かに、それじゃあ行ってみよう。おお。綺麗に見えるわね。うん、あれは丸々座で、そっちの一部は丸々星で。チルノ、詳しいわね。本当にハマってるのね。でもごめんね。全然わからないわ。僕にも見せてよ。今の、チルノ？どうぞ。何？どうしたの霊夢？いや、見たいんじゃないの？さっきまで見てたし。まだいいけど。あれ、今見せてって言わなかった。そんなことないよ、まだ見てていいから。そうだ。さっきの声？自分のこと僕って、チルノじゃないか。
誰もいないし、空耳かな。それじゃあ、もう少し見るわね。いいよいいよ。僕にも見せてよ。やっぱり、今度は間違いなく聞こえたわ。聞こえた。あたい。じゃ、ない。ねえ、誰かいるの？反応がないよ。もしかしてさっきの、幽霊、とか。さあ、特にこの山で変な噂とか聞いたことないけど、ちょっと人がいないか探してみましょう。誰もいないわね。それじゃあ、今度は私が見ようかな。僕にも見せてよ。もう、いい加減にしなさい。見たいってなら出てきなさいよ。ねえ霊夢。今日はもう帰ろうか。うん。そうね。それじゃあ、片付けをしよう。体が、動かない？金縛りって感じの硬直じゃない？誰かに、しがみつかれてるような、思い。散るの。うん？どうしたの？霊夢。何？散るの？何を、見てるの？僕も見たいから、声、聞こえない。何？霊夢、目を閉じて。いたた。霊夢から離れろ、こいつ。うへ。何？私の背中に、何かいるの？霊夢、こっち、行くよ。あわわわわ。行ったー。こら霊夢、こんな非常時に何やってんの？こわ、昼の子は、こんなキャラだってー。はぁ、ぜい、ここまで来れば大丈夫。かな？うん。はぁ、怖かったー。いや私は、怒ったチルノが一番怖かったよ。大ちゃんの怒り方、映ったのかな？大ちゃん、怒るとあんな感じなんだ。チルノは何を見たの？霊夢の背中にね。目から血を流した。子供みたいなのがおぐさってて、そいつが、霊夢の目に手を伸ばしてたんだ。そいつにやられたのか。ありがとうね。叫んでくれて。えへへ。霊夢には前に助けてもらったからね。あたいなりの恩返しができて嬉しいよ。私としては、食べ物とかで恩返しが良かったけどね。霊夢らしいな。でも、やられっぱなしは悔しいわ。次は、きっちり除霊道具も持ってから来ましょう。おう。それがいい。のかな？私に任せなさい。ってことがあったわけ。へえ、相変わらず、どこに行っても不思議な体験するわね。まあ、そこはもう、諦めてるかな。怖がって引きこもるのは嫌だしね。たくましいことですこと。それで、除霊はうまくいったの？それが、あれ以来会えなくてね。物欲センサーかしら。はぁ、それは果たして、物欲っていうのかしら。パチュリーは、あの山で何か知ってる噂とかある？そうねー。あそこって明かりもないし。学校でも通らないように言われてるから、ほとんど夜に入る人っていないんじゃないかしら。確かに、そう言われると、私も暗くなってから入ったの初めてかも。だからかな、特に噂とかは聞いたことがないわね。ってことは、
私が初めての怪異かもしれないってことか。せっかくだから、この怪異に名前を付けたら？私が名付けしたかったのは星で。怪異じゃないのよ。遠慮しとく。じゃあ、私がなんか付けとこうかな。どうぞどうぞ。好きにして。名前は大事よ。周りへの注意喚起もしやすくなるしね。よし、良い名前を考えようっと。なんかバッチリ。楽しそうね。